日本石川県金沢市小立の小盾のは石川県金沢市の町名。1から5町目がある。全域で住居表示実施済み。本町の母体の一つである上野本町についても記述する。金沢城の南東、小立の大地に位置する。東で朝日町、西で竜舞、三口新町、南で西町、北で石井と接している。 この地はもともと原野だったが、前田市の金沢入府以降、金沢城下の拡大や寺院の混流、移転に伴い、次第に長馬化していった。近世を通して、長寺の拡大は続き、近傍の村地を相対受け地として調律していった。それでも、終戦直後までは、現在の小立の位置、二丁目の周辺は、金沢工業専門学校や陸軍上野射撃場が、 あるほかは、田畑が広がる、のどかな地域だった。昭和30年代に、旧上野射撃場跡で、区画整理が行われ、大規模な住宅地が造成された。近隣に、金沢大学、金沢美術工芸大学、金沢学院大学、北陸大学とたくさんの大学があり、学生街としても古くから知られている。2018年4月1日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。日本石川県金沢市上野本町旧、加賀国石川郡石浦僧上野新村、道郡先浦村座、上野新。かつては現在の小竹の1から3丁目の大部分を占めていたが、相次ぐ区画整理及び住居表示施行により、大部分が小竹野に内包された。 現在では小立野の南部、区画整理から外れた一角のみが残されている。この地は、もともと、下小立野と呼ばれる原野だったが、京王寺の移転により、村地を失った山崎村の百姓が移住し、辰美用水の水を用いて改装した。一時は、上野村とも称されたが、遠方6年に、上野新村に再改称した。私立小中学校に通う場合、学区は、 以下の通りとなる。ありがとうございます。